どうもサバイバーの皆さん、今回も色々テーム、前回はトラウマ編、今回は嫌われ者たちをテームしていくわ。トラウマとはまた別の嫌われ方だな。ただそいつら、私たちのサバ設定では、スポーンしなくなってるから、沸かせる。この世界で沸かせなくしてる生物、そんなん2種類しかいないんだぜ。エントリーナンバー1、イクチオルニス。空からプレイヤーの場所に飛んできて、そしてプレイヤーのアイテムを盗む。本当にこいつ、大嫌い。実況する前、プライベートの環境で、こいつらに、何度妨害されてきたか。だからもはや沸かせないって手段を取った。こいつは食料を盗んだ挙句、一瞬で食べて消費する。取られた時点で帰ってこない。一応昏睡テームだから、1体だけコマンドで出して捕まえる。めっちゃ死にましたけど、こんなやつ、死んで当然、コマンドで出さなくても、本来なら、この辺り、海岸にめっちゃスポーンする。今回はサバ設定いじり直して沸かせるの。絶対に嫌だからコマンドで1体出してるぜ。こんなやつら、私たちの世界に入らせない。プライベートがネットガン当ててくれたから、品質低めの麻酔銃、これでいけるかな。昏睡したが、テームゲージ出てないな。まあ、魚を入れたら多分テームできる。ってことで魚を持ってきた。前々回間違えてサーモン2体テームしててよかった。あ、この大トロは、こいつは魚肉系でしかテームできない。アーク、魚の肉って出番少ないよね。海の生物でも霜降り肉求めてくるしな。ただいくら待ってもテームが進まない。ってことで、テーム済み個体を出すコマンド。あれ、テーム済み個体出てきた。全然テームできてないやつ出てきた。テーム後の個体を出せるってなってたんだが。ちなみに、現在、致命的なミスをしてるみょん。気づいた人はいるかな。まあでも、テーム済みを出すコマンド失敗するなら、有精卵を出すコマンドで、卵から産むところで卵の様子がおかしくないか。いやまあ、偶然全部レイなだけ。卵の孵化と同時進行で、他の生物のテームも、やっていく、ということで召喚。ペゴマスタクス。こいつもアイテム盗んでくる生物だな。それで盗まれる時に0番スロットに、ベリーを入れておけばね、テームができる。ああもうこいつも見た目だけで腹立つ。最優先は0番スロットなんだが、こいつの場合、ガチで何でも盗む。武器にキブル、恐竜入り低温ポットも盗む。食料とか以外はさすがに消費されないけど。というかテームゲージ 100.9%。明らかにテームの挙動おかしくないか。俺もベリー盗ませてるけど。何も変わらない、湧かない設定で、テームできなくなってる。そんなことない、と思うんだが、とりあえず鳥の方、イクチオルニスが、卵が孵化できるようになってる、やってみようか、それで孵化させてみた。だが、なんか気絶してる敵判定になってない。マジでどういう状況なんだろ。とりあえず一旦、ここの床壊してみる。そしたらワンチャン、見えてくるかも。なんかめっちゃ小さなイクチオルニスいね。もはや見えないレベル。これね、マジで全然テームできる気配ないし、スポーンできない設定が悪さしてるのかな。ガチでこいつら沸かせたくないんだけど。死ぬとかとは別のストレス生物。一旦、別生物テームして待機しようかな。ってことで、ペラゴルニス、こいつをテームして、一旦八つ当たり目的でテームするな。ペラゴルニス、海の端っこで飛んでることの多い鳥で、移動速度とかは遅いけど、水に浮いて泳げる、魚関連に対してダメージがかなり上がるのと、乗ったまま釣りができたりする。釣りとかこの世界、一回もやってないけどね。まああんまやる場面ない気がするよな。あとはペンギンから効率よくポリマーを取れて、ポリマーの重量を 80% 軽減。ペンギンを殺す点では超優秀。ポリマー集めの効率はいいが、アーク勢にとって、ペンギンなんてポリマーでしかない。鬼と悪魔しかいない。それで日にちを変えてイクチオルニス、フォーセテームコマンドでいけないか検証。どんな生物でも強制的に仲間にするコマンド。もはやボスすら仲間にできるんだぜ。全マップ行ったら、このコマンドで遊ぶ予定。これを活かして、ペラゴルニステームできる説。それでやってみてるんだけど、いや、やっぱテームできなさそうだわ。できそうなんだが、一向に成功しないな。そりゃあ当然、だって、サバ設定で、テームが無効になってるから。スポーンだけじゃなくテームも無効化してた？多分だが、サバ設定を決めた1年前、コンプなんて想定になかったから、多分こんなやつ、テームしないって思ってた。まあそれなら、サバ設定いじり直して再挑戦。理不尽な死体打ちだろこれ。それでサバ設定をいじり直して、改めてイクチオルニス、テーム可能にはした。スポーンは不可能。何が何でも沸かせたくない強いし、今度こそこいつを昏睡させてテームする。だけどこいつ当たり判定バグりすぎ。アークの生物あるあるだけどな。こいつがバグるのはだいぶ致命傷ではある。ってことでなんとか昏睡させてテーム完了。命名は泥棒。わかりやすい名前でいいな。買って回収って命令を出して魚とかを倒させると、金の死体になって、霜降りとか大トロの量が増える。あとカワウソとカニだけ、特攻があるっぽいみょん。それでペラゴルニスの方も1体だけ召喚してテイム方法は、0番スロットに、ベリーを入れて、盗ませるだけ。注意点としてはこの時、20個以上持ってても意味ないっぽいぜ。100個一気に持ってかせても変わらない。他プレイヤーからアイテムを盗めるのが特徴かな。それでイクチオルニスの活用方法というかこいつを使わないとテイムできない生物がいる。魚に攻撃命令を出して回収させたな。あれが金の死体。セブンプレミアムシリーズで売ってる金の食パン、金の角煮、金の死体。それでこの金の死体、これを手渡しすることでテイムできる生物がいる。そこで泳いでるヘスペロルニスだね。微妙に探すのに苦戦した。普段はよく見かけるんだけどね。物欲センサーってやつだな。それで近くに140レベがいたから金のシーラカンスを早速渡してみたんだけど、テイム速度10倍、今の1回で 5% しか上がってないとかやばくね。はい、低レベ個体狙い作戦に変更で、一応この生物、金の魚じゃなくても普通の死体でもテイムできるんだけど、金でこれなら非現実的でしょ。金で効率10倍ぐらいになってるはずにょん。ってことで低レベを狙ってテイムし直したが、それでも結構時間かかったな。ただこの生物、黄金の卵ってのを産んで、それが優秀なキブルになったりする。他には魚を確実にワンパンする能力、1億ダメージ与えてるみたいにょん。処理の都合だろうが、えぐい数値だな。オーバーキルにも程がある。そしたら今回は、この辺りで終わる。前回に続いてトラウマ回だったかも。プルロビアとかとはまた別の、ストレス的な方面のトラウマだな。ガチでこいつらも大嫌いだからね。次回こそ落ち着いて見れるかも。それではご視聴ありがとうございました。